児玉さんいつですか引っ越し。明日月火水やん。もう何が出るだろう。チャラララあ忘れられないあいつ。まだ続いていますか伝統は。大量の日に壁に思いを書く。もうお書きになりました。まだです。出てくしかないだろう。どうするつもりなんやろね。進路決まってないらしい。ちゃんと書いたんやろ。出ていくときに書く。楽しく過ごせました。普通に仕事して給料もらって気づいたら年取ってて。なんていうかヘラヘラと思い出語って出ていくんでええんかって。私はもう行くんよ。どいつもこいつもたかが卒業くらいで。ふざけた言葉もあってなんかちゃんと通過していった人たちの言葉なんよ。最後に書かせてもらいます。